に大魔王ヤミーの目の前までやってきました。みんな、覚悟はいい。もちろん、今の私たちなら負ける気がしないぜ。今までやられた分、きっちり返してあげましょう。ミートピアの平和を取り戻すんだ。もう終わりだ、大魔王ヤミー。お前か、久しぶりだな。もう逃げも隠れもできないぞ。大魔王ヤミー、覚悟しろ。お前が苦しめてきた人々を解放する。俺を倒すというのか。当然よ、もう好き勝手暴れさせないわ。何がおかしいんだ。お前は本当に面白いやつだ。面白がって遊ばせておいたか。そろそろ終わりにするか。いただこう、その顔。ふん、取れるものなら取ってみな。魂を、そして命を。私たちは負けない。行くぞ、大魔王ヤミー。これが最後の戦いだ。大魔王は私たちのことを甘く見ていると思うけど、私たちはもう連れ去られた時の私たちじゃない。最初からノリノリで行くぞ。百方、ノリノリだな。なんなんだあいつら。恐怖心、私の心は恐怖心。決まった、エイリン先生の薬瓶ボディーブロー。よし、次は私の番だぜ、マリサーターアック。頭の悪そうな技名だが、なんだこの威力。私も力を貸すぜ、一緒に戦おう。ナイス連携、大魔王に大ダメージです。僕も負けてられない。おお、言うと仕上げてきたねー。たまら、ここかしいわ。ふん、そんなもんか大魔王。そんなんじゃ私の顔は取れないぞ。うはぁ。続いてエイリン、一気回す。熱。いいぞエイリン。ノリノリだと物理攻撃しかできないが、これもストレス発散だ。大魔王、僕のストレスも受け止めてー。お前どれだけのストレスを抱えているんだ。本気を見せてやろう。拙者だって。こいつ、そんなこともできるのか。ユートの顔が。これじゃあユートは戦えないわ。すぐにあいつを倒さないとユートの顔が取られたままだぜ。さらに手下を呼んでるよ。もしかしてまた誰かの顔が。私。そんな、一気に二人の顔が。戦えるのが私とエイリンだけになっちゃったよ。なんとか二人でやるしかないわね。ふう、ノリノリの効果が切れたわ。よし、これで毒薬攻撃ができるね。怪物ども、これでも食らいなさい。いけいけー。どうかしら、高濃度の毒薬は。おらー、二人の顔を変えてー。ハサミ撃ちよ。フライパンは立派な武器だー。よし、これでユートの顔が戻ったわね。よかった。次はマリサの顔を取り戻そう。マリサさん、待っててください。やったー。マリサの顔もこれで戻って戦えるわね。よかった。みんな戦えるようになったことだし、確実にダメージを与えていきましょう。回復ならこの私にお任せあれ。うぷ主の料理だと。もぐもぐ。おお、かなりうまいぜ、回復したよ。お礼にでかいの食らわせてやるぜ。うはぁ。行きます、いやぁ。大魔王だけあって結構 HP が多いね。ああ、結構殴ってるけどまだ倒れねえな。言うと避けて。は。行った。よくもやってくれたな。私も手伝うぜ。くらえー。本当にしぶといな、あとどれくらいなんだろう。諦めるもんか、倒れるまで攻撃あるのに。おうおう、やったかな。どうだ。終わったんだ。ついに大魔王を倒したぜ。宿屋で待ってるみんなに早く報告したいわ。ん、ネックレス。おい、このネックレス、様子がおかしいぜ。大魔王は倒したのにまだ何かあるの？ひぃ、なんか出てきた。もしかして、あの幽霊みたいなのが本体なんじゃ。ああ、逃げちゃったわ。あれ、姿が人間になってる。もしかしてこの人、あの幽霊に操られてたの。ここは、一体。大丈夫。僕は、何を。どうやら今までのこと全く覚えていないみたいね。あの人も被害者だったってわけか。あ、ユカリン。ふむ。ついに大魔王を倒しましたか。うん。さすがです。いやー、そうかな。あなたならできると信じていましたよ。ああ、あの幽霊。ん？そいつは大魔王がつけてたネックレスから出てきたんだ。わ。危ない。え？うわー。あいつがユカリンさんに。
どうなってんだよ。おお、これが俺の新しい体か。とんでもないことが起きてしまったわ。うおー、みなげるぞー。ユカリンと大魔王が超魔王だと。最強の大賢者に憑依するなんて、どうすればいいの。これが大賢者の力かー。ユカリン、私をかばったんだ。今の私たちに勝てるんだろうか。大賢者の力を得た、俺はもう大魔王を超えた魔王、そう、超魔王だ。ユカリン、ごめんね。ムハハハハ。絶対に奴を切り離すからね。ちょ、おい、どこに行くんだ。あんなのお野放しにしてたら今度こそミートピアが終わってしまうわ。わし、神様だよ。困ったことになったのう。どうやら魔王の本体は、さっきのモヤモヤっとしたあれらしい。ただの人間の闇に取り付いて、大魔王になっていた、ということか。そして今度は、役目、大賢者ゆかりんの体を奪い負った。体だけでなく、その力もな、大賢者の力を得た。超魔王はとんでもなく強いぞ。だがそなたの仲間たちももっともっと強くなれる。すまんが世界を救うため超魔王を倒してもらえんか。それでは任せたぞ、ほっほっほ。本日は忍者をよく知らない人のために、忍者とは何なのか、どんなことができるのか説明するでござる。あんたいつから忍者になったのよ。今日からでござる。今日から忍者になった奴が説明なんてできるのかよ。マニュアルがあるから大丈夫でござる。この忍者モッドではこのように忍者に関係するアイテムが追加されます。確かに忍者が持ってそうなアイテムだらけだぜ。刀はいろいろな種類のものがあるのね。手裏剣や装備もあって、誰でもすぐに忍者になれちゃうよ。お前もこのモッドを使って忍者になったってわけか。では最初は鍵縄の紹介です。え、ぬるっと壁を登ったんだけど。これが鍵縄の力です。壁を垂直に登ることができるんだな。それじゃあ次のアイテムの紹介です。とうとう螺旋丸の紹介ね。螺旋丸なんてねえよ。これはかなり特殊なアイテムだからびっくりすると思うよ。え、黒い装備、さっき着てたのと同じじゃねえのか。いやいや、これは見た目は同じでも性能が全然違うんだ。消えた。どうなってるの。装備を身につけた途端に消えた。はっ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 は。私がどこにいるのかわからなくなったでしょ。私自身もどこにいるのかわからないんだけどね。ダメじゃねえか。なんか棒魔法使いの透明マントみたいだな。あ、これがあれば何でもできるわよね。お前悪いこと考えてんだろ。ん、何かいる。ふっふっふ、鳥くんにも見えていないようだね。うわぁ、卵だけ浮いてる。本当に透明人間ね。こりゃあ忍者の域を超えてるな。